畑。スイーツデイビーズ。こんにちは、パンプキンとキャロットとモナカちゃんとあなたの心をトルティーヤ、トルティーヤです。イエーイ。トルティーヤさん復活したの？なんかしれっといるわね。ね、なんか呼ばれたんで来ちゃいました。プロデューサーさん、これはもうレギュラー復活ってことですか？あ、またお試し期間なんだ。こういう番組ってやっぱそういう不祥事とかあると、はい、その人キャスティングしていいのかっていうのをやっぱプロデューサーさんとかで話し合うらしいのよね。はいはいはい。スポンサーさんもたくさんいるんですよ、うちの番組。はい、バンダイ、花王スイーツ最初の製薬一番CM さんついてるので、やっぱりそのトルティーヤちゃんを一概にすぐ起用していいよっていうのは今ちょっと揉めて議論中なので、はいはい、ちょっとお試しで今呼ばれてるみたいな、はい、感じらしいです。頑張ります。番組だけというかね、やっぱり神みたいのみんなの意見も、ね、参考にしたいから、ね、ちょっとコメントかなり寄せ書きとか番組にね、ファンレター届いて、出たみたいなので読んでみたいと思います。神みたいの年齢層とかも気になりますね。なんかどういう人っちが言ってくれてるの？一応プロデューサーさんから聞いた情報だと男性の70、80代が一番多かったね。あ、甘いの好きなんだね。確かに好きそうね、うん、嬉しいね。応援の言葉がね、うん、ファンみたいの私からするとトルティーヤちゃんしっかり謝罪しているのが伝わるので引き続き頑張ってほしいです。おー、ありがとうございます。なんかバクバラみたいなちょっとバカにするだけどすごいわ。トルティーヤ担当しては、あ、担当のねとしては、不倫も嘘つかれたことも悲しいけど、それよりも卒業してから推しを失った喪失感がすごくて寂しかったよ。トルティーヤ担当しては、また復帰を願っています。またトルティーヤタンで神隊になりたいよ。ありがとうありがとう、みんな戻ってきて嬉しい、うん、ただ自分がしたことを反省し、一旦スイーツクソほど食べてください。ああ、やっぱそのね、スイーツに対する誠意ってのもあると、ね、番組としても盛り上がるし、うちらもね、うん、帰ってきてやっぱり嬉しいなってなるかもしれないな。そうね、うん、次回トルティーヤ懺悔スペシャル27時間27時間スイーツ TV。 いつもすぐ準備できるわけでもないのでね、今日の番組のね、トルティーヤさんの頑張りを見て、神みたいのみんなの意見とかね聞いてあげてこ、血糖値というわけで、今日は何なの？今日はもう秋ですね。あ、本当だ、本当。秋のスイーツということで、マロン、グラッセタルト、栗と芋と、これもいいね、アップルパイ。あー、素敵ね。秋っぽいですね。これ食べたいの取ってみます？あー、いいわよ。まあ、そうね、せーので、はい、じゃあ仲良く食べれたらいいですね。そうだね、うん、好きなの食べましょう。好きなの食べましょう。でも、どれも美味しそう。どれも美味しそうだわ、うん、素敵。じゃあいきますね。はい、はい、せーの。アップルパイ取れたわ。アップルパイ取れたわ。2個取れた。あ、欲張りにはなった。本当に2個取ってる。美味しそう。かじられたわ。肘ぶつかった。みんな違うの持ってるから、ちょっと味の感想とか聞いてシェアしよう、うん、そうね、一番でもちっちゃいから、うん、ちっちゃいからこれなのもうパクで終わっちゃうんですけど、まずゴリプリンちゃん食べてみて。じゃあゴリプリン、ゴリプリンちゃんがさ、お芋さんの芋大福ね。あ、これはどこのかな、地カフェなんでローソンさんで買います。これわ、今うわっ、こんなのちょっと避けてる。あ、いいわね、でもそういうの見えて、うん、こんな薄い皮の中にパンパンにクリーム入ってるっていうことですね。危ないわ。危ない。大丈夫、本当に。大丈夫。大丈夫。秋の粉は危ないって聞くわ。本当に金木迫ってるわ今。いただきます。つるかしら。あ、下の断面も見えない。あ、ありがたいよ、断面見せてくれ。黄色いのね。美味しいわね、これ。あ、やばいやばい、ほんと
映せないわ。プロデューサーさんちょっと福笑いみたいな。 CM お願いします。すごいいっぱいクリームもこんな薄皮で入ってすごい美味しい。みんなにもぜひ食べてほしい。誰か食べてみる。頑張んないと血糖値上げてこ。上げてこ血糖値。血糖値あ、断面見たい。はい断面じゃない。じゃあ次はロールケーキね。これもお芋さん。すごい、これもお芋。ちょうどいいサイズね。一口サイズよ。本当よ。一応切れ目も入ってるんだね。本当だ。一応あの掴みやすいように手のね、フィットすればフィットすればこれあれですよね、あのグリップグリップ、あの自転車のグリップと一緒だわ。俺断面も見えるかな、ほら。あー、そうね。あーちぎれちゃうんで一口用なんで。じゃあ目で見て楽しめるわね。いただきます。うわすごい。ん？ん？うわうん、これ食べやすい。食べやすい。一口すごい。ポッキーをこう食べる感覚でね、すがっていけそうね。うわすごいわ。美味しいわ、それもちもちするんだ。これなんかミスかしら。袋止めシールでなんか何回か分けて食べる感じになってるけどこれでもミス、ね、ミスかな。じゃあ次私これ食べようかな。これなんかすごいわ。1月2日のリンゴ入ってるみたいだよ。結構古いわ、もう。あ、もう10月になってもね。あー、大丈夫かしら。いいわね。あえて1月2日なのね。1月2日ね、やっぱ、うん、ちょっとリンゴ取りだけ書かないといけません、ね。一番ね、一番ゆっくりできる日のね、1月2日って、ね、結構しっかりなんかデニッシュの生地になってますね、うん、ちょっとお家の中見てみましょうか。シルバニアファミリーみたいな、中に。あ、そうやって開けるの。はい、リンゴさん、2人住んでます。大丈夫本当に。じゃあ、いただきます。あすごい、やっぱ、うん、これもローソンさんで、一口サイズのものが。うん、美味しい。美味しい。美味しいと。甘みがすごい。甘みが…うん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 、こんなの。おじゃこのお芋さんのカヌレととマロン…グラッセタルト出して2個で一口ってことかな、これ合体させちゃう感じ。合体とりあえず開けてみますわ、うん、うわ柔らかい。うん、おいしそう。すごいすごいすごい。重さは重さずっしり。ほら、うわー、うわー完成。ああ。干すのはちょっと違うわ。頑張れ。お、うわー、あー、うわー、どういう味だったの？ん？わかんない。マロン。マロンとお芋さん。マロンとお芋さんとカヌレちゃん。今鳴らちゃってる。カヌレちゃん。マロンとお芋さんとカヌレちゃん。ペロリでしたわ。こんなの戻らなくていいんですけど。そうね、でもやっぱ我々の気持ちはありますけどもね、やっぱ缶みたいのみんながフルティアちゃんに戻ってきてほしい、もっと血糖値上げてほしいって言ってたから。これどうします、プロデューサーさん、彼女この後。僕たちはね、やっぱ今日頑張ってたと思います。ありがとう。やっぱりでも私も踊りたいわ。
吉田さんどうします、これ結構スイーツ TV の危機だと思うんですけども、うん、復活決定です。でもよかったね、メンバーいつも乗ってきてくれて、本当に嬉しい、本当に嬉しい、また一緒にね、美味しいもの食べれるね、うん、頑張れそう。はい、戻ってきたからには次回から一生懸命頑張ります。